ピースデミーロです。今日はアイズワンの1周年記念のカップホルダーイベントのために、原宿のカフェヨルムさんと新大久保のカフェシープラスさんに行ってきたいと思います。じゃあ行ってきます。ヨルムさんに着いたのでこれから行ってきたいと思います。このピンクのピーチソーダとアイズワンのカップホルダーがすごい色が合ってて本当に可愛いです。柄は見えますか、こういう感じで12人入ってますね。可愛い。では飲んでみたいと思います。あ、やばい、見て、ストローがハートになってます。全然気づかなかった、かわいい。飲みたいです。ピーチソーダで桃の味なんですけど、ピッチピチのアイズワンと同じような味ですね。これから新大久保のカフェシープラスさんに行ってきます。こちら新大久保のカフェ C プラスさんの店内になります。まず入り口に12人のうちわが飾ってあってとても可愛いですね。カウンターにはたくさんのカップホルダーと下にはハートアイズの全員のポスターが飾ってありました。店内はウィズワンの方でとてもにぎわっていて人がたくさんいたのと、アイズワンの画像が流れていたりバルーンアートがしてあってとても可愛い店内となっておりました。もらったカップホルダーがこちらの柄になります。ヴァンパイアの柄になりますね。とあと他にコースターもついてたんですけども、こちらうんびちゃん、推しのうんびちゃんもらいました。あとは他に3枚カードも入ってたんですけど、こちらキラキラするカードで後ろがこういうイラストの入ったものと、あとはこちらのライブのこのカードもいただきました。すごい可愛いです。で今回は原宿のカフェヨルムさんと新大久保のカフェ C プラスさんでカップホルダーもらってきました。こちら開催していただいたウィズワンの皆様、本当に可愛い柄でありがとうございます。またカップホルダーのイベントありましたら行ってきたいと思います。